上原がふわっと浮かせてきた。桜内もいるが、このボール田口のシュート、大井健太郎、またも大井健太郎がやりました。3対2逆転に成功。これがジュビロ磐田の J1 通算1300ゴールで、大井健太郎の逆転ゴールが決まりました。大井健太郎は新里のユニフォームを抱きしめました。前節怪我で負傷した新里のユニフォームを抱きかかえた大井健太郎です。田口のシュート性のボール、そうですね、田口のこのミートがですね、はい、非常にこう力が抜けていて、振り回すわけじゃなくてミートを心がけている分、やはりこうゴール前に流れてるんですよね。この大井の、ね、リアクションも素晴らしかったですね、はい、いや大井健太郎はこれで2試合連続ゴールになりました。そうなんですね、ガンバ大阪戦では0